はい、また改めましてですね、登壇者のスターズよりサンタさん鈴木さん、そしてクローバーより中村さん酒井さん、そして、ゲストで、お迎えしております、筑波大学明石純一先生、トークセッションこれから開催したいと思います。改めまして皆様よろしくお願いいたします。はい、もうカメラもマイクもオフにしていただきまして、であとご質問等はですね Q&A 機能より随時受け付けておりますので、そちらの方にもどしどし、ご記入いただければと思います。はい、先ほども明石先生ももちろんなんですけども、スターズそしてクローバーどんな活動をしているのかとか、どういった団体なのかっていうのはお聞きしたんですが、もう少しね詳しくお聞きできたらいいなというふうに思って、今日このトークセッションという場を設けさせていただいております。まずいくつかご質問というか話をしていきたいなというふうに思うんですが、まずその面会の内容なんですが、方法なんですが、まずどういうふうに言ってるんですかね、どうやって言ってるんでしょうか。これはスターズさんまずよろしいでしょうか。はい、私たちスターズはまだ面会活動をしてすごく日が浅いんですが最初はですね、そのね、大村入管で長い間活動されている宗教者の方々、まあ、主に神父様と一緒に、神父様と一緒に面会活動に同行させていただいていました。で、12月23日先日ですね、初めて学生のみで車で大村入管に伺ったっていう感じですね。はい、なるほど、ありがとうございます。クローバーさんはいかがでしょうか。どういうふうに方法で行かれてますか。そうですね、私たちは、まあ、もしかしたら一番最初はわからないんですけど、私たちの代からは少なくとも、自分たちだけで、日々クローバーが持っているような持っている自動車で筑紫の、東日本入国管理センターに自分たちで訪れております。なるほど、ありがとうございます。それ、まあ生き方とかはそういうふうに言ってるっていうふうな形なんですけど、その面会の頻度とかっていうのはどういうような形なんですかね。これはそうですね、鈴木さんいかがでしょうか。そうですね、まあ、面会活動を我々初めてまだ日が浅いということで2回ほどしか行ってなくてですね、それは結構定期的にこう頻度を設けてっていうようなところはないんですが、9月21日とかそのぐらいに1回目、そして先ほどマリコさんおっしゃったように12月23日ですね、先般行って、まあ、2回目行ってきましたけども、これちょっと聞きたいな、クローバーさんに聞きたいなって思うんですけど、まあ、我々日が浅いので、まあ、最初の方こう我々と同じようにこう日が浅い時ってどのようにこう頻度を決めてったのかなとか、今はどのくらい頻度なのか、そこら辺ちょっとお伺いできればと思う。どうでしょうか。日が浅い時のことは私たちは把握できていないところなんですけど、はい、現在行っている方法としては、はい、なかなかの大村入管と同じで牛久入管もの平日のお昼の時間しか面会することができないということで、なかなか私たちの中でも講義の空き時間というのを調整しながら行くことになっているので、頻度としては月に、まあ、5回前後になることが多いかなと思います。今特に実際に車を運転していくので、その運転できる人の都合が合わないとなかなか面会に行くことも難しいということで、現在なかなか5回も行けてないっていうのが現状になっています。ありがとうございます。今ちょっと、まあ、クローバーさん、スタールさん、ちょっとこう学生団体の皆様にもちょっとお伺いしてたんですが、ちょっとここから明石先生の方にお伺いしたいなというふうに思うんですが、まあ、クローバーさんの、まあ、顧問というようなお話もあったんですが、今いろいろこう学生がこういう活動をしていますっていうような内容があったと思いますが、先生の方から見て学生の活動についてどういうふうに思われてますでしょうか。どういうふうにですか。はい、どう最初からクローバーの活動を見てて思うのは、難民、まあ、支援の中でもこう収容者に対する面会っていうのはかなりまあ、ユニークというか固有の活動だなと、他に見られない活動だなと思って、かつそういうのは最初本当に正直に申し上げれば続くもんなんだろうかと、うん、こんなに昔はもっとなんていうのかな、そんな場所があることすら知らないっていうのが当たり前のことだし、今だって別にそう外国人の方が収容されてる施設がここにある
でこういう状況にあるっていうことを知ってる人は多分限られているんですよね。でそういうポイントに目をつけたっていうのがまず驚きだったし、かつそれが今まで続いてるっていうのもなんというかはすごく気を悪くされるかもしれないけど意外でしたね。もっと言えば結局のところそこは知らなくてもひょっとして現実的には学生さんの皆さん の, あの人生生活に何の影響はしないわけで、そこにこう引っかかりをまあ意識を持ってくれたっていうのはまあ嬉しくもあり、それからまたあの今後どうなるのかなというふうなまあ期待を持って、まあ見ております。はい、ありがとうございます。まあ、その今先生がいろいろお話しされたように、まあ、面会活動、まあ、関わらなくても、まあ、よかったというか、まあ、関わらなくても生きていけるというようなお話があったと思うんですけど、まあ、その面会活動にも関わっているからこそだと思うんですけど、面会活動の意義とか学生の団体だからこそできることというのはどのようにお考えですかね。あ、僕が、はい、赤先生に、はい、学生の団体だからできることっていうのは僕はむしろ逆ですね。学生だからできないことが少ないというか、少なくても試してみる、挑戦してみるということ、そういう意味においては何だってできるし、もっと言ってしまえば、まあ、僕はまあともかくとして、普通に会社になったり、社会人として、生きるようになるとやっぱり人間関係の多くてこう仕事上の関係に規定されるし、そういう範囲でしか、形成発展しないっていうのが普通ですよね。だから学生、まあ、別にその面会活動に限らずなんですけど、そういうことにチャレンジしていくのはいいと思います。で、まあ立場はともかくとして社会人っていうのは学生の活動は基本的に応援しているので、それはまあ次世代の社会を作る若者なので、そういうのもどんどんこう利用していったらいいんじゃないのかなと思いますね。はい、まあ、他にもいろいろちょっと思いついたところあるんですけど、私だけ喋っててもしょうがないので、はい、以上です。はい、ありがとうございます。はい、そうですね、まあ、今先生の方にご質問もあったんですが、次は学生団体のこう皆さん、活動している皆さんから思われる、まあ、自分たち学生だからできることとか、まあ、今面会活動っていうのを中心にされていると思うんですけど、そこの意義みたいなもの、ちょっとこれ学生の皆さんからもちょっと お聞きしたいなというふうに思うんですが、クローバーさんどちらかいかがでしょうか。そうですね、学生だから、まあ、そうです、例えば大人になってくると結構お金で解決してしまうとか、例えば支援金を、たくさん一緒に、まあ、いろんなところに配るとか、まあ、そういったことが可能かなと思うんですけど、学生っていうのは逆にそれが結構難しいところに結構あるのかなというふうに、資金的な面であったり、まあ、立場的な面もあるかもしれません。ただなんか、まあ、学生だからこそそうではないところ、例えば心のケアだったり、そういったところに注視できるっていうのが一つ、利点としてあるのかなというふうには考えております。ありがとうございます。スターズさんいかがでしょうか。はい、先ほど本当明石先生がおっしゃった学生だからできることできないことっても、確かに私もすごく考えてしまってたんですけど、むしろできることの方が本当挑戦してみようっていう気持ちがあったら本当に多いなっていうのをまさに私も感じて、でも先ほどの中村さんもおっしゃった経済的支援ってところはやはり学生としては結構難しく、まあ一個一個考えながら進めていかなければいけないんですけど、その心のケアですね、これはちょうど昨日ですね鈴木さんとお話をしてて、でもしよかったら鈴木さん何かそのこれ前の面会でですねちょうど印象に残ったこととかがあったので共有していただきたいなと。やっぱ心のケアというふうなところでは、まあ、我々学生でこう年齢が比較的若いので、その、まあ、私がこう面会活動で行った方はそのもう 40代後半とか50代前半の方が多いので、なんでしょう、こう親子のような関係でこう話すことができたりとか、まあ、そういう面ではすごく心のケア、学生ができることとしてのその心のケアにはなってるのかなっていうふうに思ったりはしますね。実際にこうなんかクローバーさんでもなんか
心のケアの面においてこうなんかでき学生だからこうできてるなっていう面は何かあったりしますでしょうか。そうですね、まあ、なんか結構その差し入れの話で言うと逆になんか学生からお金を受け取れないよっていうお話をするんですよね。でそうなるとやっぱりなんかお話ししてるだけで結構楽になるからそれがいいんだっていうお話されてる方もいらっしゃるので、例えばその、まあ、あの弁護士の方だったり、まあ、もっと大きな支援者の方だったりとかじゃなくて、まあ、学生として一個人に話せるみたいなところがすごい大事なところなのかなっていうふうに考えてます。うん、確かに結構面会活動やってて思うのが、まあ、昨日サンさんとも一緒に話したけれども、こう我々こうなんか調査とかそういうふうな意味合いでの、やっぱ面会活動ではなくて、こうやはりこう何でしょう、日常会話を楽しみに行くっていうような感覚で、なんて言うんだろうな、こう非所有者の方の話したいことをこう聞いたりとか、趣味の話だとか、好きな食べ物なんだとかっていうふうな、これがすごく大事だったりするっていうふうな、すごく思いますね。マリコさん、どうですかね。まさに私もそれはなんか面会に初めて行ってからそれを感じたことで、その面会に私は行かせていただく前はやっぱりその入管施設っていうすごく分厚くて高い壁からやっぱ聞こえてこない声がある、でその声を私たち長崎にいる私たちが発信しなきゃっていうような、ちょっとそういう使命感のような思って参加を始めたんですけど、実際に行ってみたらもちろんその意義ってとても大きくて、私たちが面会に行ったからこそ知ることができる、まあ、背景とか思いっていうのがあって、でそれをやっぱり面会に行った人が外に発信できるっていうのはすごく強みというか意義深いなと思うんですけども、それだけではなくて本当に収容施設の中でこの、まあ、しかも30分という限られた時間の中でいかにこう心を楽にお話しできる時間が作れるかというか、私たち自身もすごく教えていただくこともありますし、お話の中からなのでやっぱりそういう、そうですね、感じますね、そういう心のケアっていうところと、あとはまあ発信力もでもそれに加えてあるなっていうのは学生としてあるなと思いました。はい、以上です。ありがとうございます。まあ、今結構皆さんの方から、まあ、熱い思いとかね、どういうふうに活動しているのかっていうのをお聞きしている中で、これもうちょっと早く聞いた方が良かったのかなというふうに思うんですが、このまあさっきちょっと赤先生とかのお話にもあったんですけど、まあ、関わらなくても全然生きていけたわけですよね。でも今皆さんが活動しているわけですよね、その入管に関わる活動っていうのを。これをまあ始めたこうきっかけとか、じゃあなぜ行ったのかっていう部分、そこの本当のスタートの部分っていうのはどういうスタートだったのかっていうのはちょっとお伺いしたいですね。クローバーさんはいかがですか。私自身このクローバーに入ったきっかけというのは、小さい頃住んでた町にの外国人の方が結構住んでらっしゃる地域 で、その様子を見ているとなかなか日本の社会に馴染めていないというか、ちょっと、別に悪いことをしてるわけじゃないんですけど、コミュニケーションがうまく取れないために少し問題が起きていたりと、実際にちょっと問題になったこともあったんですけど、そういうのを実際に体験していたので、何かこれうまく解決できないかなという、少しずっと心の中で思っていて、で、それで大学に入学した時をきっかけに、なんかこういうクローバー、活動を知って、でこのクローバーの活動っていうのは日本にいる外国の、まあ、難民の方を対象にしているっていうことで、他の国際系の団体とは少し違うような、普通国際系の団体っていうとその海外に行って活動するっていうのがメインになるかなと思うんですけど、そういう中でもかなりユニークなクローバーの活動だったんで、そこに惹かれて入ったっていうのがあります。なるほど、ありがとうございます。スターズはさんはいかがでしょうか。そうですね、私に関しては先ほどのスターズ の発表でも申し上げました、その大村入管で2019年に亡くなった方がいらっしゃるんですけど、そのニュースをきっかけに私は長崎県にまずそういう施設があったのかっていうところ
と、その施設ってどんな施設なんだろうっていうのを、まあ、そこのそのニュースで知りたいなと思い始めて関わっていったんですが、まあ、そもそも大学に入学した時は私は難民問題について勉強したいなというふうに思って、まあ、長崎にやってきて、でもその入管と関わり始めてからは難民と一括りにできない問題もまだまだたくさんあって、で先ほど酒井さんもおっしゃったように、その生活者として一緒に暮らしているその外国の方々がどういう思いで同じ社会に暮らしてて、でしかも同じそのまあ長崎に暮らして、で、まあ、そうですね、まあ、辛い思いをしている方もいらっしゃるっていうのが、まあ、もっと私は知らなきゃなっていうふうに、自分が同じ社会に生きる一緒に生きている人として知りたいなっていうふうに思い始めたのが、このまあモチベーションというか、もっともっと知っていきたいし、もっと声を聞いていきたいっていうふうに思ったきっかけかなと感じています。はい。なるほど、ありがとうございます。今ちょっと三田さんのお話でもあったんですけども、まあ、例えばこれは行きたいなとか、こう面会の活動に関してなんですけど、行きたいなと思えばこれ誰でも行けるものなんですかね。例えば森岡がそういうものに関心を持ちました、じゃあ行きましょうってなった時に何か手続きとか踏まないといけないステップみたいなものってあるんですかね。これはそうですね、まあ、スターズさん、まあ、鈴木さんとかお伺いしたいですね。基本的には、まあ、誰でも行けるというふうに思いますが、まあ、持って行く必要のあるものとしては、うん、やはり身分証ですね。身分証が、うん、オムレンジ会の話ですけれども、身分証とかそういうものがやはり必要で、まあ、誰でも行けるというわけなんですけど、まあ、今の状況で、あまりこう皆さんがですね、おしゃれでこう行く、本当はこうなんて言うんだろうな。こう行ってこう あまりこう行ってもですね、なんていうの、入れなくなる人も出てくる可能性も、やっぱりそこにルールが設けられる可能性もありますので、まあ、そこ一概にですね、みんながドワッとこう行けるっていうわけではないのかなと、コメントすべきことではないのかなっていうふうに思うんですけど、クローバーさんとかってこうなんかどうなんですかね。大村入管はこう誰でも行けるんですけど、違いとかなんかあるんですかね。かつの背面、基本的には多分同じかなと思っていて、まあ、まず、まあ、入管に入って、まあ、今だと検温をして入っていくと、まあ、申請書みたいのがあって、それを記入するっていうところまでは、基本的にまあ、普通に、例えば身分証を持っている人であれば、多分書けるものばかりだと思います。ただ、一個難しいかなと思うのが、やっぱりその誰に会いますかっていうところかなっていうふうに思っていて、まあ誰に会いますかっていうふうに書くところってありますかね、大村入管の方だと。はい、あります。ありがとうございます。なんかやっぱりそこのところのつながりっていうのがないと、誰だかわからない人に会いに行くっていうのは、名前も書かなきゃいけないし、国も書かなきゃいけないっていう欄があるので、やっぱりそのコネクションというか、まあ、人脈がないとそこは会えないところなのかなというふうに持っていますね。だから基本的にやっぱりその元から面会している人についていくのが一番簡単な方法なのかなと思います。ありがとうございます。これ、まあ、今そんなに簡単に今言ったとしても、まあ活動 その、まあ、しっかりとした目的があるんであればっていうところでしたけども、これ例えば行きましたってなって、使用言語とか、例えばに今みんながこう話してるみたいに日本語とかがこう通じるのかとか、なんかそこら辺もすごく気になるんですけども、その語源みたいなものはいかがですかね。どうなんですか。なんかそうですね、私が言った印象だと、まだ本当数回程度で参考になるかわからないんですが、まあ、全体的にその支援者の大村入管で長い間活動されている方々のお話を聞いてもですね、その大村入管に今収容されている方々っていうのは長期の期間の方が多くて、で、まあ、その日本に滞在している期間もすごくそれなりに長いっていう方が多くいらっしゃるんですが、そういう方々は全く日本語がしゃべれない、母国語しかしゃべれないっていう状態ではなく、まあ、シンプルですごく分かりやすい日本語で会話が可能っていう印象はありますね、今のところ。はい、なので、筑波の牛久入管に関してはどうなんだろうっていうのはすごく気になります。どうやって会話されているのかとか、何か会話で心がけていることとかあったら教えていただきたいなと思います。
区に関しては割とコロナ禍以前のことは少しわからないんですけれども、もともと日本に来ようと思って来てない方っていうのは少しいらっしゃって、それはたまたまビザが日本で取れたから日本に来たみたいな、そういう方も中にはいらっしゃるんですけど、そういう方の場合ですとなかなか日本語がまだ喋れなかったり、英語だったりフランス語だったり他の言語で会話をするっていう方も多少はいらっしゃるんですけど、もともと日本に来ようと思ってきた方、このビザが日本で働こうと思ってきた方と、そういう方に関してはもう小さい頃から日本に住んでる方っていうのも結構いらっしゃるので、そういう方と最近はそういう方がと面会することが結構多いんですけれども、そういう場合ですともうほとんど日本語のネイティブみたいな感じになるので、もう問題なく日本語でコミュニケーションを取ることができます。なので基本的には日本語で面会をしているという形です。なるほど。結構まあ自分たちがこうあんまり行ったことがない人が考えるのとちょっとイメージが違うというか、やっぱり活動している人から聞くっていうのはすごく、まあ、今日しか聞けないですし、この時間しか聞けないことだと思うので、すごく貴重な意見がたくさん出てるなというふうに思うんですが、ちょっとこれはあの学生の皆さんもそうなんですけど、明石先生の方にもちょっとお伺いしたいんですが、まあご自身の、まあ、僕もちょっとごホームページとかあの検索させていただいたりしたんですけども、まあ、ご自身の明石先生のキャリア、たくさんの委員であったりとか、その研究者としてっていうお立場もいろいろあると思うんですが、その今入管問題、入管についてお話があったと思うんですが、その入管問題のをどのようにこう感じられているのかなっていうのをお聞きしたくて、まあ、難民認定の難しさとか、このまあ処遇の良し悪しとかっていう部分もあると思うんですけど、なんかそういった部分を踏まえて入管問題っていうのをどのように考えられているのかなっていうのをちょっとお伺いしたいですね。なんか難しい質問ですね入管問題をどのように感じるですか。そうですね、僕は例えばその、まあ、難民認定が難しいという話、それから入管の処遇がまあ、劣悪だとか悪いっていう話を聞いた時にそう思う自分もまあいます。でその時にじゃあこの感じのこういうふうに感じる根拠ってそもそも何かっていうふうに思うんですね。で私自身は確かにあの参与員として難民申請の、まあ、行政措置の一部には関わっているので、目の前のケースについてはこれはどのレベルで難民該当性を認めるのか認めないのかとかっていうことはやっぱりそのケース限りでは考えるんですけども、でそれも確かにもう振り返れば何年だろう、 5年以上やってるので300件とかそこらはこなしてると思うんですが、それでも全体の申請者の中の本当にわずか一部ですね。で海外と比べて厳しいというふうにもう考えるんだけど、別に海外で難民申請に関わったことはない。だからそのように厳しいとかこの処遇はないじゃないかっていう感じると同時に、それはどこまでこう正しい認知なのか認識なのかっていうのを常にこう点検するようにはしています。でその上で言うと、やっぱり難民認定に関しては厳しいと言われてもまあ仕方がない部分は当然あるだろうと。でただ皆さんが感じるよりはそうでもないと思ってるかもしれない。だそこはどの道皆さんの主観の中でどれぐらいだと思ってるのかってのは分からないわけだから、そういう共通了解って本当になされてるのかどうなのかっていうのもちょっと今はよく分かりません。で処遇のそうなんですよ、処遇は確かにそういう場でなんていうのかな、収容されて人が死んでいいということはありえない。でそこは問題なんですね、明らかに。でそうではない部分をまるっとこう処遇が劣悪だと言えるのかどうなのかっていうのは、ここと比べればちょっとまずいけども、この外国のその収容所と比べればまだ
かなりクリーンじゃないかっていう部分もあるから、私はなんかこうあんまり一元的に白か黒かとかっていう話にはならないかなというふうに思ってます。ヨーロッパの文脈でよく日本は批判されますけども、ヨーロッパだって収容中に人が亡くなることはあるし、それで当然批判もされるわけで、で、処遇の環境が、まあ、さらに劣悪というケースも当然あるわけで、だからあんまりこう一括りにして議論しない方がいいのではないかなと思ってます。それはでも何て言うのかな、日本のこう入管がこう何て言うかな、批判を、免れるようなそのことには多分ならないとは思いますけども、そういうふうに今感じていますけどね。はい。はい、赤先生ありがとうございます。皆さん、学生の皆さんの方から、登壇者の皆さんの方から赤先生のご質問等ありますでしょうか。せっかくなので、もうこの、はい、時間に何か聞きたいことがあれば、ぜひぜひ聞いていただきたいなと思います。どなたかありますか。じゃあそしたら一点ご質問よろしいでしょうか。結構その日本での収容の問題、特にその、例えばウィシュマさんの問題だったりっていうのが結構ニュースで取り上げられたかなっていうふうに思うんですけど、その海外の収容の問題みたいなところが、私自身があんまりそこまで詳しくないなと思いまして、なんかそこの海外のこういうところが問題っていうのが事例で起こったりとか、そういうところが問題点なんじゃないかみたいな、先生自身が考えていらっしゃるところがあれば、ぜひ教えていただきたいです。問題点ということではないんですけど、日本と海外、ヨーロッパを比べた場合、どうしてもその日本は原則収容できるっていう、無制限で無期限で無条件で収容できるっていうことが、基本的には何て言うかな、批判の材料になるわけですよね。で、ヨーロッパで言えば、本当に収容は限定的にしかやっちゃいけないっていうふうなルールの中で、運用の中でやっているので、それは随分対照的じゃないですかっていうふうには一応言えるけども、実態を見れば別に日本は必ず収容しているわけでもなく、ヨーロッパであれば必ず放免しているわけでもないので、制度的な話と現実はごっちゃにしてはいけないかなというふうに思ってますね。で、それはあくまでも制度のレベルなんですが、処遇面で言うと、さっきも言ったように日本より一般論としては一般論としてはっていうのも僕自信ないですけど、紹介される事例を見ると、こんな収容状況だったらそれはなんていうか全然素晴らしいですよっていう部分もあるし、絶対にこう見せてはいけないようなところも あるわけだけども、僕がなんか辛いなと思うのは、これ問題というよりも見てて辛いなと思うのは、収容の現場に落ちてくると、外国人の方がそこにやってきてしまうと、もうそれは決定されたこと、全体の中で上で決定されたことで、その本人の行き先は本国しかないという決定をもうされている。収容の場合はもうそれを織り込んで、そのような形で収容しているとしか言えないんですよね。だから相関するのが仕事になっています。そのなんか環境下で、制約下で、こう収容がもたらしている、その収容される当事者へのストレスと収容する側のストレスっていうのは、我々が想像する以上に大きい。で、それはお互いにとって、不幸というか、良くない状況だろうなというのはすごく感じますね。そこに要するに学生の支援団体が入るっていうのは、とてもそういう意味ではバッファーになるというと語弊があるかもしれませんけど、状況の、軽減には多少なりともつながってるなというふうに思います。ちょっと質問されたことにダイレクトに答えているわけではないかもしれませんが、以上です。はい、ありがとうございます。スターズさんはご質問等はありますか。いいですか、私から。どうぞどうちょっとなんかすごいディープな問題に通じて、ディープなことを質問しようかどうか迷ってんですけど、じゃあちょっと聞きたいので
あのちょっとディープな本で選びますけども、そのあの、まあ、自分がちょっと興味のある分野でもあるんですけども、その入管法とその国際法との、あの整合性はどうなのか、専門家の、まあ、方っていうか、その立場の方からどういうふうに思うのかな。さっきあの長期収容ができるっていうのは、そのあの拷問禁止条約とか、なんかそういうのに抵触するとかってこう言われてて、そういうふうな、まあ、結ばれた条約とかにこう、なんていうの、なんかこう抵触しないようにこうちゃんと整備するべきだみたいなことはありますけども、なんかその整合性というのは、なんかこうお答えできる範囲でなんかこう見解というのがあればですね。まあここ別に僕が抗議する場所ではないので、はい、長くは話しませんが、あの国際法と、まあ、入管法のみならず 国内法の整合性というのは当然あるのが理想ですよね。みんなそう思うと思うんです。ただ国内の法律と国際法が不一致を起こしている、摩擦を起こしている方が現実には多いというのも僕の認識なんですね。特にあの国内の政治裁量、あるいは行政裁量が国際法上の拘束を受ける範囲っていうのは僕の認識ですよ。基本的にすごい狭いと思ってます。で、まあ、アジアの文脈とヨーロッパの文脈が違うっていうのもあるんですけどね。だからそれぐらいこの分野っていうのは国家主権が よしあしではなくて、その今の世の中では確立しているし、特に国際法からの距離は、まあ、この国はそんなに近くないし、それ以上に拘束力を、あるいは規範的な影響力を受ける地域的な枠組みも弱いし、あるいはないしっていうふうには思いますね。でも、まあ、日本のそのなんていうのかな、司法的な判断で言えば、あの国際法と国内法の距離を縮めるっていうことはもう立法に投げてるというのが僕の認識なので、行政裁量で今やっているのは別にあの国際法がどうあれ違憲とも言えない。だけどその距離を縮めるための立法の余地っていうのは当然あるわけで、それを見て認めるわけで、それを近づけていくっていうことがおそらく課題になるんだろうというふうに思います。ちょっとあの歯切れの悪い答えになりましたけども、思ってるのはそういうところです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。もう今しか聞けないというか、もうここでしか聞けない質問が聞けてすごく良かったんではないかと思います。はい、でちょっとあの学生というか団体の活動している中で、まあ、そのクローバーさんもそうですし、スターズさんもそうですけども、まあ、これから団体をこう継続してやっぱり活動ももちろんそうですけど、まあ、後継者というか、これからもどんどん、まあ、切ってはいけないというか、団体が続いていかなければいけないのかなというふうに思うんですが、なんかそういうところにあたって、まあ、意識していることとか、何か大事にしているものとか、何かそういう団体内であればちょっと教えてほしいですね。私から、あ、じゃあ先お願いします。すいません。ありがとうございます。はい、じゃあ私、スターズから回答させていただきます。私は、今、長崎大学の4年生 で、あの今、一緒に参加している鈴木さんは1年生なんですけど、まあ、本当に私も今4年生で、あと大学2年生の時からこういうあの活動を始めて、で今、4年生になってすごく思うのが、本当、どうやって後にこう続けていこうって、まあ、それも本当にこう、自分がこう望んでることではあるんですけど、その後輩はどう感じるんだろうとか、この問題に触れて学生がこれ踏み込んでしまっていいのかっていう責任感みたいなものもやっぱ大きく感じるのかなとか、いろいろ私も自分の中であの考えてはいたんですけど、やっぱりその中でもそれをなんか私が考えることではないなって最近にすごく思ってきて、それじゃあ私ができることってなんだろうっていうのは、やっぱりこういう現状があるとか、こういう施設がある、こういう人たちがいるっていうのを知ることができる機会をやっぱ作ることがやっぱ一番最初の入り口かなっていうふうにはすごく感じているのと、あとまあ知ってその後に議論できる場所が欲しいなというふうに、まあ絶対必要だなっていうふうに思って、その議論っていうのはあの先ほど
若林先生もおっしゃってたように本当になんかこの問題に関してどう捉えるのかは本当あくまでも自分の主観になってしまうので本当さまざまな意見が世の中にはあってでもその世の中の意見をどうこう自分たちでこう見ていって考えることができるかっていうのはやっぱどっちもの意見いろんな意見があるからこそこの、まあ、人権の問題だったりあとはその入管における問題っていうのはもっと、まあ、議論が活発化というかもっといろいろな、うん、道が見えてくるんじゃないかなと思うので私としてはそうですねこれからのこの後輩というか後の学生に続けていくためにもっと知る機会とそういう議論ができる場所を作っていきたいなと感じています。ちょっと長くなりましたが、はい、スターズ私はこんな考えですね、はい、ありがとうございます。クローバーさんはいかがでしょうか。そうですねやっぱりなんか杉本さんとさんもおっしゃられてたかもしれないですけどやっぱり一番はそこの情報を私たちがやっていることをもっとオープンにしていく必要があるのかなというふうには考えていましてまあ、結構その面会活動とか言うと結構何やってるのっていうふうにはなるかなというふうに感じてはいて結構そこが一つのハードルになっているっていうのは確かにあるかなというふうに感じています。で、まあ、それを例えば私たちが、まあ、こういう場でもいいですし、まあ、公式の SNS とかで話でもいいですし何かなんだろう、まあ、結構その難民問題っていうと結構大きな問題のように感じられるかもしれないんですけども、結構面会をしていくと、やっぱりその一人一人にそれぞれの問題があって、まあ、一人一人に向き合うことが必要なのかなというふうにも感じられるかなと思います。まあ、こういったところを何か伝えていければ、私も見出してみようと思えるような、そんな仲間が増えるんじゃないかなというふうに期待しております。以上です。はい、ありがとうございます。いろいろな思いとか、まあ、これからもっともっとこう、まあ、後継者というか新しい、まあ、後輩が入ってきてほしいなとかそうですね、まあ、たくさんの思いがある中で、まあ、SNS とかもね今はそうですけどもたくさんの人に団体のことを知ってもらうこの入管のことについて知ってもらうっていうのはすごく大事なことなんだなって、まあ、どこの団体もそうだと思うんですけど、はい、すごくそれを皆さんからはい、熱いメッセージとして伝わりました。もうそろそろ結構早いもので終盤の方に近づいてきてはいるんですが、まあ、いろいろこう活動していく中でいろいろな思いとか、まあ、いろいろな、まあ、辛いこととかすごく嬉しかったこととかいろいろあると思うんですけどこれからのその団体はどうなっていってほしいかとか、まあ、その入管のこともそうですけどこれからの未来 みたいなものがどういうふうになればいいというふうに思ってるのかっていうのをまた団体さんごとに聞きたいなというふうに思うんですがスターズさんはいかがでしょうか。そうですね先ほどちょっとそれは私も鈴木さん1年生 の意見とか考えもすごく今聞きたいなと思ったんですけどまず私が思うこれから本当長崎の学生に限らずですねもっといろんな方に発信できるなと思っているのがやっぱりこの面会活動を通してその私たちと同じようなこの家族とか大切な人がいらっしゃってでもっともっとなんかやりたいこととか夢を持ってる方がいらっしゃるっていうでそういう方々が、まあ、少なからず本当入管施設っていう場所で苦しんでいるっていうそういう状況を、まあ、広げていく人っていうのをもっと増やしていっていくことってすごく、まあ、課題ではあるんですけど必要だなっていうふうに感じているんですがその私から振ってしまって申し訳ないんですけどその鈴木さんに関してはどう考えてますか。どう考えてる これからってことですか。そうですね、うんうん、これからかそうですねまあでもやっぱり自分たちこれから、うん、自分やっぱり知ってもらうことっていうのは非常に大きいかなって思います。でまあ学生だけでなくてさっき佐野さんおっしゃったようにまあいろんな人ですね。でまあ私もなんだろうなもう 40代とか50代とかいろんなこう世代の人ですね長崎の人ですよ長崎の人とお話ししますけどやっぱり全然こう聞いたこともないって大丸にそういう施設あったのかとかねそういうなこうもどれぐらいこの外国在留外国人こういるとかっていうのは全然わからないですから、まあ、そういうことですね一つでもこう知ってもらって同じ、長崎っ
という地域にですね、こんなにもいろんな人が、いろんなバックグラウンドを持った人がいるんだっていうところをやはり知ってもらうのは、やはり我々のまあ学生ならではの学生の役割なのかなっていうふうに思ったりをして、まあ、ぜひそういうのを、なんていうの、いろんなイベントとか活動を催してですね、まあ、こういう機会もそうですし、そこで発信していくことができればいいかなと、将来ですね、思っていますね。あとな、あのちょっとわしから、あの黒羽さんに質問なんですけど、まあ、こうやってこう、あの阿久先生のさっきお話もあったんですけど、続けることってすごい難しい、よく続いたなっていうふうな、よく続くなっていうのがありますけども、こうなんだろう、継続性を持たせるためには、このまあ、なんていうんだろうな、活動を催すとか、そういう思いをこう頑張ろうっていうふうに思うだけでも、ちょっと難しい面もあると思うんですが、そこら辺をこう継続性を保つためにこう、どのような工夫とか、あの活動が、取り組んでいるのかというところを教え願いたいですね。ぜひ、はい。工夫ですか。工夫。すごい難しい。ですね。まあ、もちろんその自分たちの活動っていうのを、そのさっき鈴木さんとかサンタさんもおっしゃってたんですけど、その活動をとにかく外に伝えるっていうことがまず一つ大事なことかなと思うので、そういうことはもう SNS のイベントだったりっていうのを開催して、もう伝えるという活動は常にやっています。ですね、あとは、本当に筑波大学のいろいろなその興味関心だったりある学生っていうのがクローバーには所属しているので、何でしょう。今やってるプロジェクトとしては、その、非収容者の方のメンタルヘルスに関する研究だったりっていうのをちょっと始めていて、そういう、なんでしょう。これもなかなか学生でしかできないことなのかな、僕は個人的に思っているんですね。で、そう。もちろん、その、心の相談窓口になるというか、その、心のケアになるっていう面、も大事なのかなと思うんですけど、そのいろんな関心を持った人に合わせた幅広い活動っていうのもちょっとやるっていうことが、まあ、一つ継続性を持たせるためにも大事なことなのかなっていうのは思っております。ありがとうございます。中村さんは最後いかがですか。まあこれからの団体のこともそうですし、はい。そうですね。まあ、さっき、鈴木さんがおっしゃった思いの面っていうと、やっぱりそのクローバーっていうのは面会をするっていうところが結構主軸になっているので、活動としてなんか当たり前のことになっているのが一番の継続性の理由なのかなというふうにも思っているんですけれども、まあ、なんか今後はなんかその面会して終わりというか、面会っていうのが一個のルーティーンがしているのはいいんですけど、それだけではなくてもっと何か、まあ、世代ごとに私たちであったらメンタルヘルスであったり、まあ、その次であったらどうなるかわからないんですけど、もしかしたら入管側の方にどんどんアプローチしていくかもしれないし、なんか、そうですね、これからどんどんフォーカスしていくところを決めて活動していくっていうのをできていけたらいいのかなというふうには考えています。はい、ありがとうございます。まあ、学生の皆さんの思いっていうのも聞いたんですが、まあ、最後にすみません、明石先生。はい、質疑応答前のセッションでは最後の質問になるかなと思うんですが、まあ、今学生の皆さんにもこれからの未来というか団体とかそういった入管のもの、入管というものがどういうふうなものになればいいかなっていうのをお聞きしたんですが、まあ、ちょっと先生はお立場が違うっていうのもあると思うんですが、まあ、先生として個人の思いもちろんもそうですし、専門家での立場、いろいろちょっとこうパワーバランスが難しい部分ではあると思うんですけども、こう先生がこう描くようなこの未来とか、その入管の、まあ、未来も含めそうなんですけど、どういったものであれば良いかなというふうに思うのかを最後お聞かせ願いたいですね。あ、はい、入管の未来か。あんまり考えたことはないんですけど、僕自身はもともとは入管の歴史、ずっと昔の入管に興味があって、まあ、もちろん現代のことも勉強してますが、その流れを系譜的にこう研究しているものなんですね。でそれで見るともうここ10年、まあ、5年 10年ぐらいって言ったらいいんでしょうかね、
随分変わってきてると思っています。あの入管っていうのは一種の、まあ、サンクチュアリーなんですね。そこで自己完結する行政空間なわけです。でその行政がどういう形であるかということは別にその政治的な指示とかにもつながらないし、そもそも政策的な課題として著しくこの国ではまあ順位が低い、要するに興味が ないわけですよ、多くの人にとって。それは別に冒頭に話したことにつながるんですけども、そんなことは別に関係ないじゃないっていう、そういう分野なわけですよ。ジャンルとしてそういうふうなものなんだけども、やっぱりさっき言ったようにここ5年10年で見るとこう外からの入管の外からの声とか、まあ、批判も含めてインプットはすごく増えているし、それに少なくても全く無視っていうだんまりっていう態度を固めているわけでも最近はなくなってきてますね。もちろんその応答の仕方に対してまた新たな反論はあるかもしれないけど、僕のあくまでも研究者としての感覚で言うと、入管の方が表に出てきて、研究者の方も当然表に出てきて話し合ってる、交渉してる、議論をしてる機会というのはすごくその頻度が高まっています。あの知らないかもしれませんが実はそうなんですね。でそれでいい方向に行くか良くない方向に行くかっていうのはまたとりあえず置いといて、あるいは全然変わらないかもしれないという可能性もとりあえず含めおいておいて申し上げると、その接触の頻度、交渉の頻度というのは過去にないぐらいの、まあ、多さですね。だから楽観視してるっていうこともないです。ないですけど、そうした一種のその公開性の高まりはこれからも続くもんだと思うし、その中でどういうふうな入管であるべきなのか、まあ、日本社会にとって、まあ、外国人が暮らす日本社会にとって入管がどうあるべきなのかっていうのはずっと議論していかないといけないでしょうね。その議論がなくなってしまうのが一番まずい状況なんだろうと思います。以上です。はい、ありがとうございます。少しちょっと難しい質問でしたが、大変、ま、重いというか、はい、すごい深い、ご意見をいただきありがとうございます。はい、ここでトークセッションの方は終了となります。お疲れ様でした、ありがとうございます。ここからはですね、皆様から寄せられました質疑等にですね、お答えいただく時間となりますので、最後まで、残り、わずかではございますがよろしくお願いいたします。まず来ている質問といたしましてはですね、面会に向かう際に収容されている方々との信頼関係をむず、築くことの難しさを感じたエピソードなどあれば教えていただきたいという、ご質問が来ております。どなたか答えれますでしょうか。どなたでも構いません。そうですね、まあ、なんか信頼性っていう点ではやっぱりその、まあ、ちょっとエピソードというか、うん、この前、まあ、差し入れをするかしないかということを結構話したことがあって、まあ、この結構今までクローバーという名前だけで結構やってきたところが今まであったんですけれども、まあ、差し入れをしてほしい、テレホンカードを入れてほしいっていうのを聞かれてどうしようかっていうふうに悩んだことがあって、その時に気づいたのが、やっぱりその今までの結構活動の蓄積だけで私たちは面会しに行っていったなというのが感じられて、やっぱり学生としてできることとできないことっていうのをお伝えしていかないと、そういう何か、まあ、例えばそのテレフォンカードをとりあえず断っちゃったら、できないのみたいな感じで、信頼性がどんどん崩れていくことになるのかなっていうふうに考えたことがありまして、やっぱりその事前にこういうことを私たちはやっていますっていうことと、そういうことはできないですっていうこと、何かこういうことをしたいですっていうことを、お互いにコミュニケーションすることってすごい大事だなっていうふうに感じたのが、その差し入れの話かなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。まだまだ質問の方来ていますが、次はそうですね、面会活動
の中ではですね、非就業者の方々と、まあ、具体的にどのような、まあ、もちろんあの近くなるというかというのももちろんなんですが、具体的にどのようなお話をされているのかというのをお伺いしたいというご質問が来ております。こちらはスターズのどちらか答えれますでしょうか。はい、じゃあ私が回答させていただきます。でその具体的にお話しされている内容に関しては本当に様々なんですけど、本当にその非就業者の方お一人でお話しされる内容はもちろん違うんですけど、まあ、その中であの先ほどの質問につながってくるように、やっぱりいかに信頼関係が築けているかでどのようなお話を聞けるかっていうのもかなり変わってくるというかふうに感じていて、でその中でもあの本当にお話があのなかなか外に、まあ、先ほど学生だから外に発信できる強みを持っていますっていうふうに申し上げたんですけど、なかなか全てをあの発信できるわけではやっぱりないなというふうに感じていて、中にはそのこれはお話ししたくないっていうようなすごくデリケートな、うん、あの内容があったりとか、まあ、特にそうですね、まあ、その中でもあのそうですね、すごく私が印象に残っているのはあの、うん、なんか職員の方が後ろにいらっしゃる中で結構やっぱりお話しされることってすごく勇気はいることだなっていうふうに思うんですね。その自分がお話ししていることが収容施設の中の生活の様子だったり、それを職員の方が聞いているっていう状況はなかなかあの緊張感のある場所ではあるんですけど、そういう状況の中でもその自分は今こういう体調ですごくきついとかで、こういう薬も飲んでてとか、そういうお話もしてくださる、まあ、勇気を振り絞ってしてくださる方もいらっしゃって、でそれを本当いかに私たちが受け止めて、じゃあこういうこと考えていかなきゃとか、こういう言葉をかけなきゃとか、すごくまあ難しいんですけど、まだ私も全然あの学べていないことなので、でもそういうお話もあれば、体調とかのお話もあれば、あの前回私が伺った際は、あの私今収容施設の中でトレーニングしてるんだよねとか、あとはそうですね、絵を描くことが好きなんだよねとか、まあ、その人がどうやって時間を過ごしてて、で自分が好きなことをこう話してるときはやっぱりすごく目がキラキラ輝いてて、でそれを私たちも聞くことはすごく嬉しいですし、だから本当に今ご紹介した内容みたいにすごくデリケートな内容もあれば、もうこうやって過ごすの好きなんだよねっていうお話を、もう趣味とかそういうお話をしてくださる方もいらっしゃいます。すいません、全然具体的かどうかわからないんですが、はい、こんな感じですね。ありがとうございます。すいません、ちょっとサンタさんの方に質問の方が来ておりまして、ちょっと続けざまにはなるんですがよろしいでしょうか。はい、大丈夫です。はい、先ほどあのサンタさんがお話しされている中で議論をする場を作っていきたいとおっしゃっていたと思いますが、それは詳しくはどのように作っていきたいとお考えなのかという質問が来ております。ご回答すいません、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。そうですね、あのもちろんあの今回みたいなこのトークセッションな感じでリアルタイムに様々な意見を共有して、で例えばなんかトピックがすごく大きなところで言うと、まあ、その国がこういう案を出しましたと、政府がこういう案を出しました、この案に対してあなたは賛成ですか反対ですかっていう議論は、まあ、すごく多くなところで議論はされていると思うんですけど、でもそこで何がやっぱ重要かなって思うのが、その賛成意見反対意見がある中で、じゃあその人はなんで賛成しているのか、なんで反対をしているのかっていうところを、もっとこう根源的なところを見つめていかないと、なんかただ賛成派反対派だけができてしまって、ただなんか賛成だ反対だって言い合う場所みたいになってしまうんではなくて、もっとそういうなんでじゃあそう思っていたんだろうっていうところを考えて、でそれを共有できる場所が必要だなっていうふうに私は個人的に考えていて、でこの入管に関しては非就業者の方々の声はもちろんなんですけど、まあ、あと支援の活動をされている方々、あとは入管施設で働く方々の声とか、やっぱなかなか聞きづらいことではあると思うんですけど、まあ、どのようななんかそうですね、どのように思っていますか、それはすごく立場上難しいことかもしれないけど、やっぱり一人の人間としてどう思っているんだろうとか、やっぱすごく複雑な気持ちでいらっしゃるんじゃないかなっていうのもやっぱりあの考えていかなきゃいけないなと思うので、その、うん、賛成派反対派っていわゆる賛成派反対派って言われる人たちの中でも、その
なぜそう思ってるのかとか、そういう思いのところを聞ける議論の場所が作れたらなと思って、私はその言葉を使いました。はい、以上です。はい、サンダさんありがとうございます。またご質問もありがとうございます。はい、では続いてはこちらはクローバーさんにですかね、ご質問です。非収容者の方々に面会とか日用品の支援以外に具体的にできることは何でしょうか。ゴール、最後のゴールは施設を出ることだと思いますが、そのためには何をされていますかという質問が来ております。ご回答の方よろしくお願いします。あ、じゃあその方が回答させていただきたいと思います。はい、そうですね、まあ、正直に申し上げますと、結構その仮放免からのサポートっていうのはあまりできていないっていうのが現状かなと思います。やはりその後を追っていくというか、その後も続けてサポートするとなると、まあ、その別のところで会うっていうことになると思いますし、ちょっと違った次元になっていくので、ちょっとここまでは手が回っていないなというふうには一つ感じているところです。で、まあなんかその支援の物品サポート以外の話だと、やっぱりその一番としてまあ学生ができることの範囲っていうのを考えると、心のケアっていうのが大事かなと思っていて、まあそのまあそれですね、心のケアとその、まあ、その問題を外に伝えるっていうことが、まず一つこの入管にいる人たちの支援になるのかなというふうには考えていまして、そのために先ほど話したようなメンタルヘルスの研究だとか、一つ形になるものが残せたらいいのかなというふうには考えています。ちょっと、あまり期待されたような回答ではないのかもしれないんですけど、私たちはこういうふうに考えています。はい、ありがとうございます。あと、そうですね、もう一問、最後の質問になるかと思います。こちらですね、ご質問が来ております。なぜ収容されてしまっているのでしょうか、聞きたいですというようなご質問が来ております。こちらはどちら、スターズさん、クローバーさん、どちらか答えいただけますでしょうか。酒井さんですかね。はい、はい、よろしくお願いします。はいはい、今まで面会していて多かったのは、そうですね、もちろん難民申請が通らなかったために収容されている方っていうのも結構いらっしゃるんですけど、最近ですとですね、もともと日本で働いていたというか、家族と一緒に日本に来てですので、ね、何かしら犯罪を犯してしまったりして刑務所に入って、その中でビザが切れたという、そういうことは割と多いのかなというふうには思っています。なんかビザが切れてしまったというのが一番多いのかなという印象です。はい、ありがとうございます。そうですね、まだまだ質問の方がですね、今も来ておりましてですね、たくさん、まだまだ時間が許せば質疑応答の時間は続けたいところでしたが、ちょっと時間の方が差し迫ってしまいましたので、質疑応答トークセッション、そして質疑応答は、これで以上としたいと思います。ご質問いただいた皆様、そしてご登壇者の皆様、本当にありがとうございました。はい、で続いてですね、はい、赤井先生もありがとうございます。続いてですね、最後に今日ご参加いただいている皆様へ向けてですね、ご登壇いただいた皆様からですね、メッセージの方をいただきたいなというふうに思います。まずはスターズのサンタさん、大丈夫でしょうか。メッセージの方よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。私たちスターズは長崎県で活動し始めて、先ほども何回も繰り返しになってしまっているんですが、もう日が浅くて、でも今回のようにその学生としてどのように関わって声を上げていくことができるのかっていうのを、私たちもさらに知ることができたなというふうに感じています。で、入管施設での面会を通してですね、その私たちと同じようにその大切な人がいらっしゃって、でこれからこういうことしたいなっていう夢を持って生きる人々が、その私もいる長崎県で、そして日本で
苦しんでしまっているっていうことも気づくことができました。で、先ほど少し述べさせていただいた、まあ、議論ができる場所をもっと作っていきたいなっていうふうに思っているんですが、やっぱり長崎で活動している私たちだけじゃなくて、もっとこうやってその茨城県で活動されているクローバーさんであったり、もっともっといろんな方々、学生に限らず本当いろんな方々、市民の方々とその議論しながら、もっともっと考えていきたらなと思っているので、まあ、これからも目を向けていただけると嬉しいなと思っています。本日は誠にありがとうございました。はい、サンタさんありがとうございます。続いて、同じくスターズより鈴木さんお願いします。はい、まあ、サンさんがこう言ったようなことになってしまうのかなというふうに思うんですけども、やっぱり長崎、そして日本においてその施設の中で、まあ、大変な思いされている方も、まあ、そうでない方もいらっしゃるのかなというふうに思うんですけども、やっぱりその大変だとかそういうような感情で終わらせるのではなくて、じゃあなんでそういうことが起きてしまうのかというところを、まあ、バックグラウンドもそうですし、まあ、その社会的な構造もうやはり制度的、法制度的なところもまあ見ていく必要があるのかなというふうに思います。まあ、そのためにもまあ面会活動をして、学生が面会活動をして、じゃあこう実際にこうその人のバックグラウンドあるとか、その制度的なものをやはり考えていくってことは必要なのかなと思います。またそれをまあ発信するこのアウトリーチの部分はやはり非常に重要なところで、かつ学生ができるもとても重要なところだというふうに思いますので、まあ、これからも私も1年生ですから、これからも長い3年間ありますけれども、しっかりとその面をですね、先輩方習ってしっかりと活動していければなというふうに思います。今回この場をいただいて本当にありがとうございました。はい、鈴木さんありがとうございます。続いてクローバーより中村さん、よろしくお願いします。はい、やっぱりその入管の世界っていうのはなんか一つの分断された世界なのかなっていうふうに考えていて、まあ、例えばその他のマイノリティでも結構その近寄れない世界っていうのが結構私たちにあるのかなと、例えば、まあ、犯罪者の更生施設だったり、まあ、障害者の施設だったりっていうのが結構敬遠されがちだったり、まあ、なんかそういったマイノリティの世界のと私たちの世界の分断っていうのをこれでいいのかなというふうに思うべきなのかなというふうに考えてます。なんかやっぱりそのマイノリティっていうのを生成されるのはやっぱり社会で起こることなので、いつ自分が分断されるかわからないと思うんですね。で、その分断された時にこういったことでいいのかなっていうふうに、そういう思ってほしいなというふうに考えてます。で、まあ、その実情を知るためにやっぱりその一つの分断された世界を見てほしいなということで、その入管のところにぜひ面会に行ってほしいなというふうに考えてます。で、クローバーの方もやっぱりその面会の見学をっていう機会を作っていって、その世界を見てほしいなというふうに考えているので、そういった企画も、計画してますので、ぜひなんかそういったところにご参加いただければなというふうに思っています。本日本当に どうもありがとうございました。以上です。はい、中村さんありがとうございます。はい、そして最後に、同じくクローバー酒井さん、よろしくお願いします。自分がこの活動に関わったきっかけを考えると、割と感情で動き出したなっていうところが大きくて、で実際に面会活動をしてると、なんか感情もすごく大事なんですけれども、やっぱ法律だったりそういう実際の制度のことを知るっていうことも大事だなっていうことに気がつかされました。でなんでまずは今回参加されている方、かなり勉強されている方もいらっしゃるのかなと思うんですけど、まずは実態を知るっていうことが、とにかく知ってもらうっていうことが大事なのかなと思います。で、私たち学生だけでできることっていうのはもう本当に限られていて、その実際の法律を変えるだとかそういうようなことは私たちだけでは絶対できないので、まずは現状を多くの人に知ってもらうっていうことが大事なのかなっていうふうに今回強く感じました。なんでこれからも発信だったりっていう、私たちにできる活動っていうのを続けていきたいと、また今回のウェビナーで強く思いました。このような機会を設けていただいたって本当に非常に感謝しております。本日はありがとうございました。ありがとうございました。スターズさん、クローバーさん、ありがとうございます。そして最後にですね、本日ゲストで、
来ていただいております明石純一先生より、参加者の皆様に、メッセージをよろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。一人教員という立場でちょっと肩身が狭かったんですけど、なんていうのかな、講義とかでもなくて僕が普段考えていることをそのままお伝えしました。収容の問題はぜひ皆さんなんていうのかな、考えてほしいし、で学生だから、まあ、僕顧問やって長いけど卒業されたらもう収容とは一切タッチしないって方の方が多いんですね。だけどなんか残ってて それを専門にする仕事じゃないけど難民に関わる仕事じゃないけどなんか残っててね、トゲのようにね。でそれがやっぱり普通に生きていく上で、まあ、働く上で大事だと思ってます。で私はやっぱり近いので、近いというのは政策とか行政にある程度皆さんよりは近いので現状はもう少しは知ってると思ってます。実際に本当に帰れないけれど帰らざるを得ない人もいれば、帰れないし本当に帰らない人もいるし、帰れるけど帰りたくないから帰らない人だってもちろんいるし、でも事情背景はどうあれもうそこの収容施設にいるしかないような人たちっていうのがいることは皆さんご存知で、それをこう、眼差すというか気づく存在、それに気づいてあげる存在っていうのはもうこれからも大事であり続けると思います。まあ、それとは別にその制度をどうするとかね、運用をどうするとかっていうのは、勉強していくしかない話です。で僕に対するなんか質問もあって、それは矛盾しているみたいな話だったんですけど、それはちょっと僕はそういうつもりで言ったわけではなかったんですけど、ただ実際僕の中でですね、この問題に限らずですよ、無矛盾な現実っていうのは本当になんかなくて、そのルールの趣旨に 100% 沿った現実実態っていうのは見つけるのはこう難しいぐらい、そのやっぱり残り部分が残滓がどっか社会にはあって、そこに目をつけるっていうのはすごく大事なことだと思います。ただそうやってこう現実っていうのはさみたいな風なこう諦めたね、シニカルな見方を今皆さんする必要はなくて、考えている未来像というか世界像というか社会のありようっていうものがあるんだったら、それを信じて活動を続けていけばいいのだと思います。僕はなんかちょっと今日緊張してあんまり、うまく喋れなかったんですけど、皆さんの意見はすごく勉強になりました。これは本気で言ってます。ありがとうございました。はい、矢川先生ありがとうございました。そして、本日ご登壇いただいた皆様、ご参加いただいた皆様ありがとうございました。以上で、トークセッションの方は終了したいと思います。本当に皆様ありがとうございました。